確認するっていう感じにはなるので、絶対に1人前が足りないので 1.5 人前にします。ほい、だってお腹すいたもん。はっ、お腹すいた。これはなんか非エンドウ 100% みたいな小麦で作られてないパスタです。お菓子作りでよく生クリーム余るので、余った生クリームは大体ね料理に使うことが多いです。え、やばい、待って、鍋の上にパスタ落ちたら焦げちゃった。え、なんで、今見て見て、ね、でまたね、恵比寿行った時に買ったお皿で食べます。スパゲッティにとかきたまお味噌汁みたいな和と洋のミックスです。仕事のね電話がかかってきて、対応してたら一塊になってしまいました。カチカチです。やっとご飯が。いただきます。かたー、やばい、これほら、おいしい。なにこれ、縮れててもおいしい。うまっ。じゃじゃーん食後のデザート、食べる牧場プリン、かわいいね。ノエ、いただきます。ありがとう。仕事の日はアイスを食べます。うまっ。何これ、リンゴとかめっちゃ久しぶりなんだけど、やばい、自分リンゴ剥いてんだけど、偉すぎ。さ、こういうさ、フルーツってさ、剥いてあるやつ買いがちで、フルーツの糖分取るんだったらチョコレートみたいな感じだから太るんだよね。だから今日はいっぱい食べちゃうよ。家庭科の授業でさ、ウサギ剥きみたいなのやったの覚えてる。リンゴ剥くの気持ちめっちゃ快感なんだけど。え、なにこれ、映えのバの字もない。でもね、こっちから見たらいい感じで。なにこれ、イントロ長くない？今はお風呂に入ってきました。見て、ニュージャック、かわいくないこの T シャツ。私のね、好きなイラストレーターさんの T シャツです。私はね、もうこれ1日1個開けると決めてるの。最近の風呂上がりに日課になってきた、キャラパキコーナーです。前室ちゃんに出ることを、じゃあ祈ります。シャンシャン。よし、OK です。あと、前室の、待って、めっちゃ嬉しいんだけど。てか、めっちゃかわいくない？
ねえ、ほらやっぱ見て、キティちゃんパッケージにキティちゃんが入ってるってそういう系なのかな。常時インスタグラムのねストーリーの方でこのキャラパキ報告をしてるんですけど、みんながねすごい応援してくれて、なんかミルちゃんのマップに前メロ来ますようにとかって言ってくれたりとか、優しいみんな。よし、髪の毛を乾かしましょう。あと歯も磨かなきゃいけないし。お仕事でケーキ作るタイミングがあって、そのケーキに使ったべっこ飴、飴なんですけど、水と砂糖なのにめっちゃ好きな味なの。見る、あのケーキのお仕事楽しみにしててください。ラップラップ眠り姫みたい、かわいい。あ、これ開けてみようか。見るね、最近ディズニープラスに入ったのね。めっちゃいい、最高。ディズニープラス、フィニアスとファーブとかも見れるし、私ねピクサー映画が大好きなのね。あの夏のリッカー、カーズ、トイストーリー、ファインディングにもとかで、ソウルフルワールドめっちゃ面白かった。でモンスターズインクももう見たし、超面白いよね。あ、洗濯物が終わりました。2分の1の魔法とか見よう。あ、インサイドヘッドみたい。あ、そう、リメンバーミー見よう。これめっちゃ美味しくできた。君の腕前を見せてくれ。うわ、すごい、すごい、やばくない？これいただきます。ちゃ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 んちゃちゃん、なんか今お姉ちゃんと仕事終わりに会ってるんですけど、お姉ちゃんもミルも2人でやろうと思って買ってきてたら8個になりました。本当は10個ぐらい買ってこようとしてサプライズセレブの遊びですねこれは。うちらさ、あんまさこういうのさハマることないのにさ、なんかミルが前ミル欲しい気持ちになっちゃったがゆえに、そうそうそう。よし、違う、違う、待って、なんかさ下が紫だった。うわっね、これもう分かるよ、下がだってなみなみだもん。ほらえ、ナモン出たことあんだっけ。3回目で1ポニャンが見えた時からもうナモンって分かった。え、せーの、お、あ、かわいい、かわいい、あ、うわもう傷つきません、ここまで来たら。よしよし、もう傷つきません、何が来ても。せーの、おお、うん、これ初めて。え、ミルさん初めてキャラ2回も出た。せー、出て欲しかったからいいよ、別に。今日はねちょっと珍しめの格好で出かけていきたいと思います。今日お姉ちゃんお母さんと3人で女子会みたいな感じなんですけど、今日ね私がご馳走するよーの会です。せーの、乾杯。みるちゃんいただきます。みるちゃんいただきます。はい、いただきます。いただきます。いただきます。トッポッキ、チャプテ、じゃがいもチーズチヂミで豪華な夜ご飯です。イエーイ、美味しい。本当ですか？ありがとうございます。あ、ありがとう。ごちそうさま。またね。また来るね。やばい、これ
これママチョイス。可愛いね。やばくない？うん、ママいつもチョイスよくない？見て。え、これがいい。で、ミルもそれがいい。ブーメランね。ブーメラン、うん、ちょっと動くやつ、うん、ママもうちょっとこっちです。せーの。あ、できた、できた、できた。誰誰、あ、いいね、上手、上手。あ、いいね、いいね。かわいい。覚えてるよ。嬉しかったわ。ピース。ママ、デートはどうですか？幸せすぎる。さっきものに行きすぎる、うん、今日はハロウィンみたいな気候ですね。はい、どうぞ。ママの分も。かわいい。どう？気をつけて帰って。最近あのコスメを新しくして1日で使ったんですけど、めちゃめちゃ良かったので、ちょっとね購入品紹介の感じでやろうかなって思います。ベースメイクをメインで買って、ディオールスキン、多分この色なのかなって思うんですけど、なんかその店員さんに肌とか見てもらいながらちょんちょんちょんとつけてもらってって感じでやってもらいました。見た目も可愛いし、なんかいい感じでした。このねリキッドファンデーションをつける時のスポンジも買いました。これはランコムのやつで4つ入ってるって感じなんですけど、私いつも指でやってたのね。指でこうやってみたいなやってたんですけど、ポンポンした方が密着もするしいいみたいな感じだったので、これもね店員さんにおすすめしてもらって買いました。友達がさ、ナーズのコンシーラーもおすすめしてくれて、見るのが1280番で、こういう感じマットって感じなんだけど、これめちゃめちゃ良くて、なんかもうほんとニキビだけの部分のところにもちょんちょんちょんって置くって感じ。これもめちゃめちゃ良かった。これを塗った後にこれで最後にパウダーって感じなんだけど、いろいろ試してるのでこれねすごくおすすめです。一日中寄れなかったし、赤いニキビとかが多い方とかはいいかなって思います。私ずっと自分で、私ってね人よりね肌の色が明るいっぽい、嬉しかった。私ずっと自分で標準の色なんだろうなって思ってたから、なんか嬉しかったですね。寝たいと思います。今日は一日楽しかったです。またね。